いるじゃん、いるじゃん、結構金ピカで、あ、でも羽が出てる。はあ、かわいすぎだろう。深山の夏は終わらせない。さあ行こうか。お盆明けスーパームーン満月。さあさあさあ、夜はどうかな。カブちゃんの姿がまるでねえ。この入りぐっちゃんの木ね、あんだけ十何匹とかついてたんだけど、 G はおるな。樹液も出が悪いが、うん、ちょっとは出てるな。株ゼロです。うん、やっとあと 2,3 時間後、まあちょっと急がんといけんのんだけど、雨が降るぜ。マジで雨が降る5秒前状態。さあどんどん奥行ってみるぜ。中心部、この山はね、夕方はなんとか深山一、カブさん一だったかな。まあコクワとかも数匹はいたな。あっと怪しいけどな、コクワとガか。うん、念願の雨が降ってどうなるかだよね。まあプラスに考えれば、その雨で粘ってる子たち、まだ潜んでる子たちが出てきてくれるのが一番いいんだけど、下手したら逆にその雨で終わっちゃうパターンもあるからね。ちょっとデカめのコクワだな。コクワだったな、平田じゃねえな今のは。うわ、いい感じなんだけどね。まあ秋になるにつれて、平田ちゃんもまた増えてくるからね。化け平が出てきてくれることを願うぜ。この辺弱えな。おまたも、うん、なになに、蜂か、蜂だ。早いって蜂出てくるの。おっと、まあスズメじゃないけど、昼間追ったやつらかな。
ではまあまあいいけどな。ではまあまあいいけど、かわいこちゃんの姿が見えないよ。あっと、まあまあでかいなこいつ。50はないけど。あっと、ダイブしてしまった。コクワちゃん、コクワちゃん祭りだな。ここにも、まあわかんないけどね。何気に樹液じゃないところにも普通にあれみたいな感じで深山ちゃんがぼーっとしてたりするときあるからな。腫瘍の木はちょっと見ていきたいけどね。雨がでも怖いんだよな。降っちゃったら撮影はできねえからな。夜コクワちゃんが目立つようになってきたね。この木も、もうカブちゃんがいないと。カブがもう完全に数減らしてんな。ここでね、やっぱノコちゃん、深山ちゃんがね、また夜、ひょこっちゃん、そんな感じで現れだしたら、いいんだけど、難しいな。風もまあまあ吹いてるからな、逆にいいっていう。雨降らんくてね、風がめっちゃ強い日の方が俺は取れると思ってるから。特に台風でね、雨が降らんくて風が強い日、まあ危険だから行かない方がいいけどね。おっと、こいつはいないと思っていたら真っ赤なやつが。うわ、ビビったー。で、ちょっとアップしてみる。ここにでっけえカミキリが、一瞬ね、深山ちゃんかと思うんだよな。いいよ。裏側から見てもいないな。多分昼間のカブちゃんがそのまんま住み着いてんな、あの木に。深山ちゃんが隠れてた木はこれか。まあさすがにな。うわ、あ、
ミニカブ。まだ、中の方じゃ、若干だが粘ってんな。こっちの辺は、こっちの辺の方がね、ニヤマちゃん率は高いんだけど、出てないな。雨上がりで来てみんといけんかな。よっ、OK。次の山だね。次の山到着。イノさんいてくれるなよ。よっしょ、よっと、まあ出てねえよな、夕方から。あ、でもここがちょっとやっぱ染み出してんのかな。ちょい染み出しなんだけどな。基本はね、ここの2つでいつもいるのが、ミヤマちゃんやノコちゃんがいてくれるのが当たり前になってたな。おまたにもいねえ。根元は、来てないな。と思ったらココアちゃんか。ここね、この中に樹液が出てるパターン、たまに平田ちゃんが来るから、もうちょっとしたら暑いかもね。鎖木ちゃん、鎖木さんよ。鎖木にも来てねえか。ジーか。カブちゃんの木はどうだ？もうさすがにいなくなってるかな？
いい具合で出てはいるが、あ、おらんな。カブちゃんもいない。何もいない。Gの木はどうだ？よっ。ん？アリか。閲覧注意だわ、これ。GGGGG だもん。これなのよ、この G の木は。まだ少ないけどね、これでも。こっち側にもすげえいるからな。いや、Gに注目している場合ではない。こういうね、何気ないとこにいたりするからな。うん、ああ、かまどおまけ男子か。こっちの大陸は、いないね。中入ってみんとな。今年弱いゾーンね。ああ、ダメだな。でっけえカマドウマはいいんだけどな。おっと、そこそこの木にカブメスだな、あれは。こっちはカマドウマ。文かなと、コクワちゃんとカブメスちゃんか。厳しいね。夕方見た平田ちゃんの木はどうなってるかな。あの中ぐらいの平田がいた場所に新たな子が来てねえかな。やっぱり根元は弱いな。おまたもいない。この辺もね、普通にいてもいいんだけどな。
よいしょ。まあいないもんはね。 G、 このウロがな、今年吹かんな、このウロが。まあわかんないけど、まだまだ。うわ、ビビった、ビビったよ。いたかと思ったじゃん。おお、いるじゃん、いるじゃん。結構金ピカで、あ、でも羽が出てる。かわいすぎだろう。深山の夏は終わらせない。ああ、平田ちゃん狙いできてよかった。深山ちゃん、まあまああるな、60はあると思う。ああ、かわいい。しかもまだ金毛ありだからね。ちょっと羽が出てるのがな、破れてんな羽が。うん、頭にも傷があるし、この子は置いといてあげよう。